皆さんこんにちは、斉藤飛鳥です。山下美月です。梅澤美波です。本日ついに映画映像研には手を出すなが公開となりました。やったー、いよいよ。おめでとうございます。はい、そしてなんと公開を記念して本日20時ごろ夜8時ごろ初日に見るか週末に見るか公開初日をみんなで祝う配信イベントを行います。おー、やった。おめでとうございます。生配信、すごいですね。生配信久々ですね。ね、何やるんですかね。何やる、何やるんですか何やるんですか、何やる、いいんですか、どうする、教えちゃいます。1個ぐらい教えますか。1個ぐらい教える、何個あるのか分かんないですけど、うん、1個ぐらい、じゃあもう言って、山いいんですか、言ってあげて。なんと、うん、映画映像研には手を出すな主題歌ファンタスティック三色パンを生で歌えます。本当に、すごい、本当にすごい、本当かもしれない。え、衣装は、衣装は、衣装は分からない。どうなるの。え、山が一人でってこと。はい、はい、本当にやるの本当に本当にやるんですよ。だってあれ1回しか披露してないんですよ。そうですよ、確かに。せっかくね、やる、やります、やりましょうよ、うん、見逃せませんよというわけで本日20時頃より LINE ライブの乃木坂46公式アカウントと YouTube の東宝ビジュアルエンターテインメントチャンネルにてライブ配信開始。映画も配信イベントもどちらもぜひお楽しみください。待ってます。